x バンド防衛通信衛星は防衛省が PFI 方式で整備、保有、運用する防衛用の通信衛星。愛称は、きらめき。日本の英知を結集した天空に美しく光り輝く衛星という意味が込められている。従前から防衛省、自衛隊が部隊間の通信用に利用していたスカパー GSAT 保有の商用通信衛星が 2015年度に設計寿命に達するため、その後継機として計画された。従前の事業の進め方では、商用衛星スーパーバードの防衛省専用の通信中継機を保有する株式会社 MCC から借り上げる方式であったが、本事業より衛星2機の製造から運用終了までの長期間を一括して民間企業に発注する。 PFI 方式によって実施され、衛星は防衛上専用のものとなる。宇宙空間の平和利用という日本国政府解釈により商用通信衛星の利用のみであったが、2008年に宇宙基本法の制定により軍事専用衛星の保有が可能になった。2011年度、既存機の設計寿命までの期間余裕が少ないことと、PFI 法改正の必要から一号機の 中継機の製造が先行して事業化され、日本電機が受注した。2012年12月、防衛省は、スカパージーサットホールディングスを、X バンド衛星通信中継機の等の整備、運営事業の事業者として選定し、2013年1月15日に、スカパージーサットが設立した株式会社 DNS と事業契約を締結した。 衛星の基本構成要素となる衛星バスは当時防衛省から指名停止中であった三菱電機が製造する DS2000 であったが代替品がないため承認を経て採用された当初1号機となるきらめき1号は2016年7月にアリアン5で打ち上げられる予定であったがギアナ宇宙センターへの輸送中に損傷したため修理が必要となり 打ち上げは2018年に延期された。国の安全保障用の人工衛星にもかかわらず、外国のローンチビークルであるアリアン5で打ち上げられる。理由は、きらめき2号に比べてきらめき1号の方が、衛星重量が重く、HEA の正式動打ち上げ能力では、通信衛星の搭載燃料を減らさざるを得ず、要求される、衛星寿命の15年を満たせなくなることと、 その質量に対応する国内の打ち上げでは、経済的に不利になるためであった。その後、2018年4月6日6時34分に打ち上げられた。2号機となる、きらめき2号は、日本標準時の2017年1月24日16時44分に、種子島宇宙センターから、H、E やロケットにより打ち上げられ、約30分後に予定の軌道へ投入された。 スーパーバード C2 号機の後継についても PFI により3号機として整備される予定であり2022年度の打ち上げを目指している PFI 方式とはいえ従前とは違って防衛省が独自に通信衛星を保有運用することになるため有事においても防衛省が主体的に衛星を運用できるまた飛躍的な通信の高速大容量化が図られているため 短時間での映像などのデータの伝送が可能となり、弾道ミサイル発射情報や海外に展開した部隊が活動する現場の状況を日本国内で速やかに把握することが可能となる。また通信の秘匿性も高められており、通信妨害や通信傍受に対する高換性が高められている。さらに、通信方式の違う陸、海、 空の3自衛隊のそれぞれの通信を変換して伝送できるため自衛隊の統合運用能力を高めることができる。本衛星システムで使用される X バンドは降雨などの気象の影響や大気による減衰を受けにくく高胆性、非特性、抗体域性に優れているため移動体衛星通信に適している周波数帯域である。H? E やロケット32号機による X バンド防衛通信衛星、きらめき2号の打ち上げ安全保障に関わる衛星であるため、情報収集衛星と同じく衛星の具体的な性能や性能を推測する助けとなる衛星重量は非公開である。また、静止衛星であることは公開されているが、情報収集衛星と同じく 衛星の詳細な位置情報の童貞の助けとなる衛星分離時刻も非公開であり、JAXA によるインターネットを介した打ち上げ生放送も行われない。地上施設の整備は NEC が行い、維持管理は NTT コミュニケーションズが行う。地上施設のうち局舎の整備と維持のみは前田建設工業が行う。防衛最前線、お米か特急かいや。 自衛隊初の独自通信衛星だ統合運用を前進させる、きらめき2号、産経ニュース、閲覧2017年1月31日、防衛省の損傷した通信衛星、18年6月頃に打ち上げ、延期イコール関係者。ロイター。h t t p j p ロイター c o m アーティクル、ジャパンサテライトイジプクシアン 0WZ0C。 82017年1月24日閲覧。No.2042HEA ロケット32号機打ち上げ計画記者会見。宇宙作家クラブ。h t t p w w w s, <www>. s a c j o r g o p e n b b s b b s 1 2 4 h t m l 2 0 1七7年6月5日閲覧。 X バンド防衛通信衛星、きらめき1号の打ち上げ結果について、防衛通信衛星は予定の軌道に打ち上げ成功。 NHK ニュース http コロンスラッシュスラッシュ www3.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ2017124スラッシュ K1001085126100 h t m l 2零一七年一月二十四日閲覧 A.B. 宇宙基本計画工程表宇宙開発戦略本部 2019年8月5日閲覧。防衛通信衛星打ち上げ成功自衛隊に強力な通信手段インド太平洋戦略の推進も後押し。産経ニュース。 http://www.sankei.com/.life/.news/.170124/.lif1701240034-n1.html2017 年1月25日閲覧。x バンド周波数帯の特徴とメリット。株式会社 MCC。 2017年1月25日閲覧。バ242ローンチキット。アリアンスポイス。2018年4月12日閲覧。通信衛星スパーバード -8 の打ち上げ成功に、関する、お知らせ。スカッパーアジーサット株式会社。2018年4月12日閲覧。参考資料。X バンド衛星通信中継機能等の整備。 運営事業の実施体制。n e c h t t p コロンススララッッシシュュジャパン n e c c o m スラッシュプレスラッシュ201301スラッシュイメージズスラッシュ1502-01-01トット PDF2017 年1月27日閲覧。ありがとうございます。